知ってる？七不思議の七番目、トイレの花子さん、そしてその助手になった女の子の話。そんなに嫌がられるなんて困ったな。もう嫌。頑張れヤシロ。掃除の手伝いだけするように説得したつもりだったんだけど。世界をご用ごい。花子くんと出会ってから私の放課後はちょっとおかしなことになってしまったのです。